エルジェーベト橋は、ハンガリーの首都ブダペストのドナウ川沿岸で、ブダ地区とペシュト地区を結ぶ3番目に新しい橋である。再建された、現在のエルジェーベト橋は、白いシンプルなケーブル釣り橋だが、かつて、同じ場所にあった旧エルジェーベト橋は、チェーン釣り橋として特筆すべき、長さと美しさを備えていた。エルジェーベト橋は、ブダペストのドナウ橋の中で、川幅が、 最も狭い場所に架けられており、その距離はわずか290メートルである。橋は、ペシュト川の旧市街教区制度や3月15日広場がある地区と橋の名前の由来になったオーストリア・ハンガリー帝国の皇后、エリーザベトの銅像があるドブレンテイ広場やゲッレールとの丘につながるブダ川の地区を結んでいる。ブダ川には、近くにはラーズ、温泉やルダシュ温泉もある。 下流には、聖地へに鎖橋、上流には自由橋がある。ブダペシュ市内を流れるドナウ川にかかった最初の工場的な橋は、ウィリアム・ティア・ニー・クラークが設計した聖地へに鎖橋であった。クラークは、この後、市内で川幅が最も狭くなる地区にも橋を架けることを計画していた。この計画が実現に向けて動き出したのは、1885年の、 ことだった。市議会が政治へに鎖橋の通行税をもとに、マルギット橋に続く新しい橋を2本作ることを決議したのである。しかし、この計画では、橋の両端に当たる土地の確保で問題が起こった。まずペシト川は、エシキュ広場につながる橋が想定されていたが、当時のペシト地区中心部に当たることから、教区制度や市庁舎などの存在が建設の妨げに、 なると判断されたのである。この結果、当時の視聴者は取り壊されることが決まった。他方、ブダ川では、ルダシュ温泉などに近い位置のため、温泉の輸出に対応する必要があった。実際、橋の建設中に、地下の温泉によって温められたアスファルトの粘着性が低下し、わずかずつだが橋台が川に滑りつつあることが確認され、 改めて対策することを余儀なくされたこともあった。それに加え、土地の売却をめぐる汚職事件が起こったのである。エルジェーベト橋のブダ川の橋は、ゲッレールとの丘のふもとに直接伸びており、橋につながる道は入り組んだものにならざるを得なかった。そのような形で橋が設計された原因は、ある裕福な貴族にあった。彼は、貸しの特定の地域を所有していた。 市会議員で同僚議員や議士たちを買収して橋の建設用地として所有地の一部を売却し人儲けしようともくろんだのである。彼はかなり釣り上げた価格でまんまと売却してしまった。馬車の時代には橋と道路をどうつなぐかは重視されておらず、結果として生じたコストの超過分も覆い隠されてしまったので、訴追が行われることもなかった。しかし、 その結果できた橋から直結する急カーブでは、多くの自動車ドライバーたちの死傷する事故が20世紀から21世紀初頭に、かけての数十年間後を経たず、2004年のある家族の死亡事故の後、西行きの車線では、時速4 0トルの速度制限が設けられることになった。当初のエルジェベト橋爆破された後の橋最初の橋は1898年に建造が開始された。 この年はくしくも、オーストリア皇后王エリーザベトが暗殺された年である。エリーザベトは、ウィーンの王宮での厳格な生活を嫌い、ハンガリーのゲデレーの利休で過ごすことを好み、ハンガリー語を身につけ、ペテー・フィシャンドルの死を愛読するなど、独立運動にも理解を示した。こうしたことから、ハンガリーでは、シシーの愛称で大いに親しまれていたのである。1903年に完成したその橋には、 彼女の名前が与えられた。橋は、ゼケリウスという人物が設計し、成チェイニ鎖橋と同じチェーン吊り橋の様式で建てられた。そのチェーン吊り橋では、メインケーブルにアイバーと呼ばれる両端に、丸穴の開いた鉄板をつなぎ合わせた、アイバーチェーンが使われていた。この様式は、かなりの重量になる、アイバーチェーンそのものも支えなければならないため、橋が建造された時期には、 より軽量でコストも抑えられるワイヤーケーブルを使うケーブル吊り橋の広報が広まっていた。あえてチェーン吊り橋の広報が取られたのは国産の資材で建てることへのこだわりがあったからだという。同じチェーン吊り橋でも成長に吊り橋とは異なる特色を備えていた。それは中央景観の長さである。エルーベト橋はオーストリア皇帝フランツヨーゼフ一世の遺構とされるが 川の中に橋脚を置かない形式で建造された。結果として中央景観が川幅と同じ290メートルとなった。この長さは1926年にブラジルの端に追い抜かれるまでチェーン吊り橋としては世界最長記録であった。また首都はアールデコの美しい装飾が施されており、チェーン吊り橋としては世界で最も美しいとも言われていたのである。 しかし、そのエルジェーベト橋は、ハンガリー全土の他の多くの橋と同じように、第二次世界大戦末期に退却するドイツ軍の工兵たちによって爆破されてしまった。その破壊は、聖地クにリ橋と同じ1945年1月18日のことだった。口実するように、この橋は、ブダペストの橋の中で唯一、元通りの様式で再建されなかった橋である。 かつての橋の写真や元の橋から取り残されたいくつかのパーツは市民公園内のブダペスト交通博物館前の芝生で見ることができる。ツイタデラから眺めた LJ ベト橋を凸でアクセントを付けられた首都を第二次世界大戦中に破壊されたブダペストの橋は1940年代後半から1950年代初頭に相次いで再建された。しかし、 LJ ベと橋のみは長く放置され、1960年になってようやく再建が議論された。現在かかっている橋は、1961年から1964年に以前と全く同じ場所に再建された。なぜならば当局には一から橋の土台を新造できる余裕がなかったからである。装飾性の高いチェーンツリ橋から白いほっそりとした。 ケーブル吊り橋へと変更されたのは、そうした資金面の他に、新しい広報を試そうとしたという指摘や、従来の橋が幅11メートルに対し、交通量の増大に対応すべく、新しい橋の幅が27.55メートルとされたことで、以前のようなチェーン吊り橋での再建が難しくなったという指摘もある。共産主義体制下では橋、街路、広場などの名前はしばしば解消され、 エルジェーベト橋と同じ時期に建設されたフェレンツ用ジェフ橋も自由橋と解消されたが、エルジェーベト橋の名前は一度も変わることがなかった。これは前述のように彼女がハンガリーで非常に人気があったためだという。橋のメインケーブルの断面は六角形で7種の異なる直径の無数の光線が束ねられたワイヤーケーブルが使われている。その一因は初期のコンピューターが メインケーブルの断面を円形にするソリューションを提供できなかったことにある。サボリが手がけた斬新なデザインは中央では最初のものだったが脆弱性と無縁ではなかった。構造に亀裂の兆候が見られた後、1973年には路面電車の路線から外され、重い線路も橋から取り除かれることになった。現在の橋にはかつてのような装飾性はないが、 頭頂部には日差しとその影によってアクセントをつけられるように凹凸が施されている。また現在の橋はかえってシンプルな上品さがあるという評価もある。夜のエルジェーベト橋従来は夜間照明が存在しなかったエルジェーベト橋のためのライトアップ事業は日本とオーストリアハンガリー帝国の国交樹立140周年、 広ロの国交回復50周年にあたる2009年に日本の協力で実現した。手がけたのは日本の著名な照明デザイナーの石井美紀子である。この事業のために日本は1億2000万フォリントを拠出し、ブダペスト市議会も1億5000万フォリントを拠出した。ありがとうございます。